パチスロ実録4号機の時代、ジャックポット通編、0号機時代、史上初の箱型スロットパチスロパルサーを送り出し、業界に大革命を起こした老舗メーカー昇級社。その後も同社は2号機時代にはビッグ成立まで継続する爆裂集中薬ジャンボフルーツを搭載したチャレンジマン、そして3号機時代には期待値方式ビッグの採用で最大600枚の大量獲得を可能としたミラクルなどなど、革新的なマシンを続々リリースし、その都度話題と注目を集めてきました。そんな昇級車が満を持して1993年秋にリリースしたのが同社初となる4号機ジャックポット2です。仕様は BR 両ボーナスで出玉を増やすオーソドックスな A タイプ。スペックは BR のバランスを重視した確率配分となっており、ボーナスの連続性が期待できるほか、機械割は設定3ですでに 102% をマーク、非常に甘い設計となっています。ハード面では3-1号機ミラクルから採用された昇級車オリジナルの便利機能マックスベッドがさらに進化、操作性はさらに向上しました。続いてゲーム演出面に目を向けてみましょう。本作はランプなどによる明快なボーナス告知機能が採用されておらず、多彩なリーチ目を楽しむ仕様となっています。代表的なパターンをご紹介しましょう。まずリプレイ絵柄であるコインの転配型、中段は転配した時点で問答無用の2リール確定、その他のラインでは右リールで外れれば確定となります。続いて王道とも言えるのがボーナス絵柄の一直線型、7やバーが一直線に並ぶパターンはいずれも5ライン有効の鉄板リーチ目となります。ただし右リールは7もバーも一つずつしかなく、引き込みが悪いので代用絵柄としてコインが並ぶパターンも用意されています。一方左右で平行ラインに子役がダブル転配した場合はその時点でボーナス確定、子役が揃っても揃わなくてもOK です。なおいずれのパターンも3枚掛け順押しが原則、それ以外の押し順ではリール制御が変わるため無効となります。連チャン必至のハイスペックと多彩なリーチ目を搭載して登場したジャックポット2、さてその実力はいかがなものだったのでしょうか。攻略情報誌による総サンプル数5万2000ゲームにも上る大量実践の結果から検証してみましょう。導入直後の高設定ということもありますが、いずれのサンプルでも随所でボーナスの連打が頻発、ノーマル A タイプではトップクラスともいえる 30% 近い連チャン率を記録しました。ハイスペックの実力を遺憾なく発揮といったところでしょうか。出玉獲得のメインであるビッグボーナスについては、実戦上の平均獲得枚数は376枚、なお絵柄配列やリール制御の特性でリプレイ外しによる獲得枚数アップは不可能な仕様となっています。ところでこの攻略情報誌のホール実践ではちょっとした不可解な現象が見られました。実践したホールによって通常時やビッグ中の子役出現率に決して感化することのできない歴然とした差が生じたのです。これは一体どういうことなのでしょうか。実はジャックポット2、発表当初から様々な攻略法の噂がまことしやかに囁かれ物議を醸していました。ボーナスフラグ成立時変則打ちで永久に子役が抜ける、同じくボーナスフラグ成立時2枚掛けで子役を3000枚抜ける、またまた同じくボーナスフラグ成立時1枚掛けで子役が抜ける台がある、ビッグ中の子役ゲーム中に再度ビッグを揃えることができる、セットダ地方で稼ぎまくっている攻略軍団が存在する、関西地方に出荷された初回仙台のみ子役抜きが通用する。残念ながらこれらの噂は全て検証の結果ガセネタと判断されました。ところがほどなくして本物の攻略法が発覚、大騒動となります。手順は至って簡単、ウェイトがかかるように早く打ち、ウェイト中に左ボタンを連打するだけ。すると子役特にリプレイの出現率がアップしてコイン持ちが良くなり、果てはボーナス出現率までもがアップするというのです。セット打法のような破壊的な効果が期待できる攻略法ではありません。しかしコツさえ掴んでしまえば持ちコインを減らすことなくボーナスを引き寄せることができ、相当な出玉率アップが期待できたのです。
なぜこんな簡単な方法で攻略ができたのでしょう。原因は薬判定用乱数の偏り、ウェイトをかけて一定のタイミングでプレイすることで一定の範囲内にある特定の乱数を拾いやすくなり、結果的に子役やボーナスの出現率がアップしてしまうのです。あまりに簡単すぎたこの左ボタン連打打法、メーカーの対策も素早く、対策機のジャックポット 2A に回収することで完全に封じられました。かつて2号機チャレンジ版にも体感機のリズムに合わせて左ボタンを押し、子役やフルーツを狙い撃つ攻略法がありましたが、まさかまたもや左ボタンにまつわる攻略法が昇級者のマシンに発覚するとは。まさしく歴史は繰り返すといったところですね。パチスロ実録4号機の時代、ジャックポット通編、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。